24センチ、これは優勝じゃないですか。いけたらいいですけどね、2本目が全然入んなかったです。いやー、亀山夢あんな、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。釣り子 TV です、ハイドアップカップがスタートしましたね。安定のゆっくり準備で、出遅れております。そしてまだ竿にリールがついていなかったり、糸がついていなかったり、大変な状況ですが頑張って準備していきたいと思います。なんすかね、この時期だから、アフタースポーニング、5月の、ね、20日前後ってことで、もうだいぶスポーニングが終わってね、痩せたバスが多いと思うので、なんだろう、ギルネストとかを探すってわけじゃないけど、でもブルーギルを食べているような元気なお腹パンパンの個体が釣れたらワンチャンあるんじゃないかなってね。これぐらいの時期から聞くのが、こういうスモラバと、あとゲイリ山本のディトレイターね、こんなセット結構ね釣れるんで、リグってみたいと思います。結構ね、なんだろう、古いパッケージのね、エグジグね、よいしょ。なんだかんだいいのがね、気がつくと釣れてくれてるっていう感じだからね。で、具はディトレーター、よいしょ。で、縫い出しっすね、緑っぽい、たまたま家にあったのがこういう地味系なカラーのね、エグジグだから、これはでもなんだろう、いわゆるエグジグセッティングじゃないですか。これはデュナミスね、ジャクソンのフルソリッドのデュナミスにジャクソンのエグジグね、これで結構釣ったな、一応思い出巡りじゃないけど持ってきました。超軽いシンカーに50番フック、スタッカーワイド、ツインテールのスタッカーワイド、これでしょう。今日のちょっと強め部門代表選手はこんなの、これでビラビラ刺しちゃう。これで食ったらいい、寝るわ。そして投げれるとこにはスピナベ、スピナベとかじゃないのかな、
りしまくってんのかよ。ピクピクしちゃうか。あ、食っちゃった。ボイルしてんのちっちゃそうだね。のんきいっぱいついてくる。よっしゃ、久しぶりの亀山フィッシュ。はーい、朝一は山ミミズにチビが遊んでくれました。のんきっぱだね。はーい、じゃあ逃がしてあげまーす。のんき、はい、ありがとう、サンキュー。第一で追っかけてるやつら、やっぱちょっとなんかカバーに絡めたりとか、なんか少し展開しないとタイプ出ないかな、この感じは。
ちょっと水深と水温等だけね、ちょっと調べときたいな。で、また走り出すときは改めてセットしますけど、魚探のピピピピって音もあんまり出したくないから、静かにやりたいから、ちょっと投げて、Wi-Fi ディバーで、ボートモード、はい、出てきました。水深2メートル、ね、水深2メートルで水温ちょっと安定してからにしたいけど、 22.6 度、よいしょ、はい、来ました。あっちの岸際が 1.3m で、駆け下がって 1.5m、 浅いね、まあ、小魚追い詰めやすい水深で、来て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 、あれ、どこで2メーターまで落ちんだろうな。え、あ、一気に落ちてきましたよと。こっちの方に深みがあるのか。あ、でもそうだよな、干上がった時あっち歩いてるもんな。で、その手前ぐらいで 2m ってことは、あ、向こうからこっちに投げた方がいいのかな。水温22度あるね。ボイルも期待できるんじゃないでしょうか。まあ、この 1.5 から2にこう、 1.5 からこうかけ下がっていくブレイクライン、ここ狙ってみますかね。ずっと 1.7 ぐらいになってて、で、結構もう船の側に来るとようやく 2m ね。この辺りでやってみたいと思います。よし、リッパー3級です。またね、走りながら使うときはね、そういうパーツ使うんで、一回ディーパー休憩。何やろ。だからこういうラインにも魚、この駆け上がり沿いに沿って行ったり来たりするやつの目の前をふわふわさしたリルは置いといてみて、そんで
当たりをもらう作戦で。2匹目釣れたけど、これも25枚ね。ディトレーターにのんきーさん、かわいいサイズだね。イエイ。やっぱディトレーターは釣れるね。でもちょっと小さいな。はい、ヤマミミズねえ、黒に来ましたよ。あ、キーパーある。キーパーありますね。はい、のんき。綺麗だけどね。ありがとう、ありがとう。食ってくれて。ありがとう。はい、カメラが止まったと思って気を抜いたらすぐにバレました。いや、やっちゃったな。この時間にバラしちゃダメだよね。ヤマミミズの脳進化脇。ああ。
集中力落ちてんな。集中集中。あ、バスだ。主要バスだ。はい。なんかとてもちっちゃいサイズになっちゃいました。取れた。ないよねこれ。いやーちっちゃいしか取れない。あ、ん？キーパーある、キーパー。はい、ちっちゃいけどね、ヤマミミズフィッシュギリギリキーパーありました。26あるなし。よし、リミットメーカー。あったよ。あーってことはさっきの、あ、さっきの別にちっちゃくなかったんだ。目指せ次30だな。よし、と気持ち入ってる。枝を魚と間違えました。いやー、しびれるなこのぐらいの時間からの。ギルだよな、これは。とりあえず30ぐらいの。いやー、のき。でも、すごい反応すんね、亀山ダム。ヤマミミズ。いやー、でもね、亀山よく釣れんね。何匹釣ったかもう分かんないよ。ちっちゃいけど。ありがとう。
はい、最後の一匹かな。参加賞でもらっているスタッカーワイドホグのツインテールですね。これのダウンショットに元気なバイトが出ましたよ。最後にハイドアップルアで釣れた。イエイ。わかんない。のんき。のんきでしょう。のんきじゃなかったら寂しい。よし。これのあのシングルのシャッドテールみたいなやつでね、昔よく横利根川とかでこれぐらいの時期にね釣ってたんだけど、シングルテールのやつは結構ねギルにお尻を食いちぎられちゃったりして、でこれのねツインテールの方がそのテールが生き残りやすいから使いやすかったようなイメージがあるんですよね。まあ、あとサイズが絶妙こぎるサイズなんで、いやーしかしね、ちょっと狙いどころも良くないんだろうけど、サイズに恵まれない展開だったな。もうねえ、まあ、やっぱ練習してちゃんと大きいのがいるところとか大きいのが反応する釣り方を練習しとかないとダメですね。まあでも数はいっぱい釣れたからね、それはすごい楽しかった。どんなのいるんだ。うわ、いった。よかった。すげえ。すごい。はい、なんとかチビちゃん、じゃあ逃がします。54センチ、これは優勝じゃないですか。いけたらいいですけどね、2本目が全然入んなかったです。いやー、亀山夢あんな、ありがとうございます。2023年ハイダップカップの表彰を行いたいと思います。じゃあ3位からの発表させていただきます。田中信人さん、1075g。2位が 1110g、 鈴木さん。はい、1位です。ビッグフィッシュも取りまして、1匹で2605、 54センチです。亀山のレコードホルダーですね。名前言わないといけないですもんね。はい、宮内さんです。じゃあ3位の方から今日の釣り方と話していただきたいと思います。はい、の田中さんお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。ですね、朝はスタートして水産の横のちっちゃいワンド入ったんですけど、ノンキーしか釣れず、それでこっちに戻ってきて、古城ステージ跡の、コンクリートのなんか石のところにワームぶつけて落としたら、いくつぐらいだろう、700前後のやつが1本釣れました。でその後、時田岬に来てキーパーカスカスのが1本釣れ、でその後バイトがないので、何ワンドって言ったら、川春ワンドに入り、そこでカバーで寝こりをずっと打ってたんですけど、そこで7本だかそんなもん釣って、
ちょっとずつウェイトを上げてって400弱ぐらいのが入って今回のウェイトでしたね。以上です。そしたらラムとかこの時田周りは、イモグラブの脳進化、これで、日が出てからカバーで、スワンプのジュニアのネコリグですね。その2つだけです。カラーとかカラーは、イモがグリパンで、スワンプがリンタロウ。以上です。久しぶりのお立ちですね。そうですね。あんで、あんなでかい魚、ね、本当に何年ぶりかに釣りました。40センチないよね。あ、今日比較的ローウェイトだったんですね。そうですね、ついてましたね。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ2位の鈴木さん、はい、お願いします。お疲れ様でした。今日もう朝一東側井野川入って井野川の奥を目指して、まあ、日曜日なんで人が多いかなと思ってまず真っ先に井野川入ってお土産場の先の面倒のところかな。先ですね。はい、先です。先、はい先で薄ゴミがあって、まあ、木があなんて面倒のところに木が、まあ、太い木が沈んでて薄ゴミがその上にありまして、まあ、その下にあの本来ならゴミがなければ見えるんですけれども、あのいるのはあの火曜日の TWE の時には知ってたんで、まずそれを取りたいなと思っていろいろ試してたんですけども、どうやったら釣れるかなと思っていろいろ探ってたんですけれども、やっぱりたまたまだったかもしれないですけど3.5 インチのカットテールの、0.9 グラムのネコリグで、まあ、あのいつも手前を打ってたんですけど、ちょっと壁に当てて落とすような入り方したらすぐ食ってきて、それが800ぐらいで、その後続くかなと思って1時間ぐらい粘ってたんですけど、なんかお客さんがいっぱい入ったり来たり入ったり来たりしてて、もうこれはちょっと釣りにならないなと思って、で次は長崎の方に向かってって、あそこは何て言うのかな、水揚げ場に向かってって左側の木の、まあ左側の木のオーバーハングの下を壁に当てるような形でカットテール、そうすると結構バイトがあって、まあ、釣れるのは30センチ、300とか310とかそのぐらいのものが結構釣れて、結局その300ちょっとのやつが入れ替わらず今日の成績です。全部です。何本ぐらい？本数は15かそのくらいは釣ってると思うんですけど、みんな30いくかいかないかとかそんぐらいですね。ワームのカラーとか、あ、ワームは 3.5 のカットテールの、グリーンに金のラメが入ったカットテール、まあ、いつもそれしか使わないんで、それで誘い方と、あ、もうホールですね。ホールだけ、はい、あのゴミ裏にこうやったりとかもなって、そうですね、今日はなんか壁、岩盤に当てて、はい、ちょっと落とすような壁ドンですね。あ、そんな感じで壁ドン、それの釣り方が良かったみたいです。まあ、いつもその釣り方やってるんですけど、今日はたまたまルームメイトに助かりました。いいですか？喋りたいことないですか？いや、もうないです。ありがとうございました。質問とかある方いますか？ないですね。ありがとうございます。じゃあ、はい。おめでとうございます。優勝の宮内さん、はい、2605、はい、1匹です。しつこいけど54センチ。ありがとうございます。あの優勝なんで、はい、好き放題喋ってください。最初スタートしても、火曜に見つけてて、でそこがもう今年
なんかずっと入れ替わり立ち替わり入ってくるんで、あるんですよそこが、そういうピンがあって、そこにとりあえずもう直行で行って、で火曜見たことにいなくてちょっとだけずれてて、で最初ビッグベイト入れて、それでバッと追ってきたんで、で戻るところを見てここだなっていうのを定めてからピンテール入れて、待って、そのバスが食いやすいこう段差になってて、シャローに入ってきた時にアクション入れてで食わせるっていうやり方で釣りました。はい、あれそんな感じです。ピン、はい、ピンがピンの場所をいつか行っちゃって俺も自爆する。あ、どうぞ。職人なんかどう流したらいいとかなんかないですか。どうだろう。あ、だけどその魚が食いやすいポジションに来るまで待つっていうのを結構やってます僕。はい。はい、何もせず。せず見て待って、はい、でいいとこに来たなとか、そのなんだろうな、なんかギルが入ってきたりとかでスイッチ入ったりとか。なんかその外的要因でスイッチが入るのを待ったりとかで結構投げずに待ったりすることが結構多いです。あれ1匹釣るのにどのぐらい時間かかりますか。今日はどんぐらいだろう、今日3、40分ぐらいですかね、1時間かかったかなって感じです。手を変え、手を変え、最初ビッグベイト系で攻めて、であのバスがチェイスしてくるのを何回か見て、で戻っていくとこのどこに戻るかっていうのを見て、でそこからライトリグに変えて食わせに入るみたいな感じの釣り方でした。レコードホルダーですね。必死でした。でその後はゼロでした。今日トータルで魚は1匹だけです。1匹一応あのなんですかね、フライ守りのやつがかかっちゃったんですけど、ちょっとかわいそうで逃がしました。はい、あ、はい、ありがとうございます。です、はい、ありがとうございます。優しいです、はいね、優しいとこ見ちゃった、優しいとこ見ちゃいました。優しくない。はい、そんな感じでした今日は。はい、はい、はい、ありがとうございます。すいません、今からあの抽選を行いますので、番号を呼ばれた方、あの朝お渡しした番号で自分の番号だった方はこちらへ来てください。9番の方、ボックスと分かりました。明宝さんが協賛してくれてますので、あ、時田ボートさんからも ボート券いただいてますので、よろしければ皆さん、あの SNS やってる方それに投稿などしていただけたらと思います。よろしくお願いします。ハイドアップ代表の吉田の方から一言いただきたいと思いますので。皆さんお疲れ様でした。こんな暑くなると思わなかったですけど、久しぶりにハイドアップカップできることになりまして、5年ぶりですよね。5年ぶり、はい、コロナの最中も、ね、もちろんやりたかったんですけどなかなかできず、最後が新トネでしたっけ。新トネですか。はい、台風のチャリティートーナメントになりましたけど、はい、あれ以来ですね。はい、なんかね、そんな5年も空いてんのかなと思うぐらいの、ね、期間でしたけど、はい、皆さんこうやってまたできたこと、会えたこと、すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、ですね、その5年間の間ですね、コロナの間3年間、まあ、ハイドアップとしてはですね、まあ、僕の目標としていた10年間というのがその中に入ってまして、まずその10年目っていうのが去年でしたけども、10年間はハイドアップとしてはボートユーザーさんを中心にして相手にするっていう、メーカーとしてやってきました。はい、で10年目のその、去年ですね、幅を広くしていこうということで予定通り、スタッフに、おかっぱりを解禁しました。はい、でそれまでは僕らのところは正直おかっぱりはNG にしてました、取材とかも含めて。はい、で今年11年目に入って、おかっぱりも含めて、まあ、ボートも含め、本当にこうバス釣りの楽しさっていうかね、ゼロからもう一回やっていこうということを考えてやっております。一応なんでそんなこだわりを持ってたかというと、やっぱりメーカーとしての立ち位置っていうのがあると思うんで、本当に
ね、あっちこっちなんていうんですかね、あのね、どう言ったらいいんやろ、イメージを変えていくのもどうかなと思ったこともあって、まあ、ハイドアップらしいやり方っていうのもあのもちろん貫いていこうということが中心でやってきました。でもちろんあの幅を広げてやったとしてもこれからも全然変わらずハイドアップらしい商品をずっと作っていこうということも変わらずやっていこうと思ってます。で、急にあのコロナでね、商品開発されてないメーカーさん多い中でハイドアップとしてはあのとことん出してやろうということでかなり多く出してます。で今あの発信してる新製品以外にもたくさんあります。で、まあ、ここに並べてある究極小池もそうですけども、まあ、小池シリーズもそうですけど、ちょっとコロナであのまだまだ僕らのとこ使ってる工場があの引きずってまして、生産がやっぱりかなり遅れてて、あのうまいことまだ言っておりません。で、まあ、作りたいことは作りたいんですけど、なかなかあの作れない状況が続いてまして、まあ、例えば小池17ミリなんかは多分今年は再生産ないです、はい、多分来年以降になると思います。あとはですね、ちょっと宣伝になりますけど、あのいろいろ幅を広げるということで、あの水色 あのマッカ2ピースですね、これまだ発売するか決まってないですけど、こういった竿とか、あとそうですね、あのもう皆さんにはもうここだけにいる人には言っときますけど、あの今小池ストレートエラストマーっていう、まあ、注文終わりましたけども、その次、小池13ミリっていう新サイズ出します。でその後21ミリ同時に、2サイズ、これでも小池シリーズはもう全サイズ完結です。でそれをもうさっとやってしまおうということで予定しております。でその後小池虫っていうのもやってます。で6月発売ののたのたで、ちょっと今度多分ルアーの歴史が変わっていくんであろうっていう代物も2つあります、はい、予定しております。あのとことんあの今まで溜め込んだやつをあの出していこうと思っているんで、あの皆さんぜひ投げていってでっかい魚を釣っていってください、はい、で今回ですね、あのハイドアップカップなんですけども、しばらくちょっと離れる予定です。あのというのはずっと関東でやっておりましたんで、あの別の方から声がすごく多いということで、ちょっとしばらくあのどっか行くと思います。でもう一つあれですね、今年もしできたらあれなんですけども、霞水系でおかっぱり大会をあの予定しております。それもちょっと皆さんもしよければ参加していただければありがたいと思います。はい、何かありますか？はい、ですね、何言ってるか分からん、頭ボケてるから大丈夫、はい、あのここに新製品ちょっと持ってきてやるんで、あと帰りに見ていっていただくのと、あとのたのたがね竿についてるんで、ぜひ投げてみてください、はい、かなりいいルアーになっておりますんで、はい、でこれからハイドアップはちょっともっともっと盛り上げていくんで、あのぜひあの応援よろしくお願いいたします。はい、またあの数年後にはまたここでまたハイドアップカップやりたいと思うんで、またその時はぜひ参加してください。ありがとうございました。今日の、入賞者1位、2位、3位の方、年末にまたここで行われるストロンゲストのグラちゃんの方の参加権利が発生してますので、そちらの方の参加もよろしかったらよろしくお願いします。